はい、どうも皆さんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、ライフ・イズ・ストレンジ8回目の収録となります。よろしくお願いいたします。隣の部屋にネイさんがいるよりずっとマシだよ。確かに。ここにいて、ネイさんが戻ってきたらすぐに知らせて。私に任せときな。さて、ネイさんの部屋はどこかな。うわ、広いな。ネイさんの部屋はきっとここだ。え、何すんの。え、なんかすごいな。6000ドルはする最新のモノクロカメラ。金持ちめ。金持ちめ。高い機材といえばビクトリアだと思ってたけど、プレスコット家には勝てないね。何これ。スクリーンに映写機。すごっ。何これ。これ何、映画。うん、暗い映画ばっかり。すげえ、めっちゃ映画あるじゃん。ひどい趣味だな。ついていけないよ。これってクロエを撃とうとした銃だ。誰かからのプレゼント。ケイトの部屋の前にあったのだ。でもなんで、何考えてるの。やだ、私の自撮り写真盗んでたんだ。え、どういうこと。なんかいろいろおかしいぞ。クジラの歌。ネイさんの心を癒せるのはこれだけなのかも。クロエらしいけど。嘘でしょ、クロエ。ひどいよ。何これ。見てはいけないもの。こういう趣味を追求してるわけだ。この部屋、ネイさんの心の中みたい。これも調べなきゃ。パーティーのことしか頭にないみたい。最低。絶対許せない。ケイトの分も仕返ししてあげるから。床にあるのは何の跡だろう。ソファー？何か隠してるはず。こんなとこに。携帯はもらっていくよ。おっと、携帯ゲット。じゃあ行きますか。携帯も手に入ったし、ネイさんが戻ってこないうちにクロエに見せよう。ああ、よかった。やっと戻ってきたか。携帯を見つけた。なんか綺麗だけど気味の悪い部屋だった。これを見て。やったじゃん。これであいつも終わりだな。おっと、俺の寮で何やってる。俺の寮でこそこそ嗅ぎ回りやがって。ちょっと落ち着いてよ。なんだとこら。マックス、下がってろ。そこをどきやがれ。うわそんなに死にたいのか。おっと、やめろこのボケ。これは、いやでもちょっとウォーレンやりすぎだな。ウォーレンやめて、もういいよ。なんだよお前ら、その目つきは。お前も、お前も全員して。危ないな、銃持ってる。覚えてろ、すぐに親父が来るからな。てめえらはもうおしまいだ。姉さんが殴られて当然のやつだとしても暴力は良くないよね。まあそうだね。あ、これ男子寮なのか。なんていうかびっくりしたよ。ウォーレン、
さっきはそのありがとう。何が？姉さんに頭突き食らわせたろ。やるじゃん。どうかな。早く完全に切れるところだった。まるで姉さんだ。ウォーレンは全然違うよ。ありがとう。これからどうするんだ。俺もついてった方がいいだろう。いつまた乱闘騒ぎになるか分かんないしさ。それとも警察を呼ぶ？警察はダメ、今はまだ。だからウォーレンはその、これは私とマックスとで型をつけるよ。ありがとな。そうか。俺にできることはある？それじゃあ姉さんの父親のことできる限り調べて。分かった。季節外れの雪と日食もそうだけど、最近はきな臭いことが多いな。ありがとうウォーレン、本当に。また電話するね。約束だぞ。今なら何でも来いって気分だ。うん、頼もしい。あいつマックスにベタボレじゃん。やっぱり。しかし姉さんフルボッコだったな。うん、ちょっと怖かったね。次はフランクだな。連絡取れるの？金を匂わせれば即レスだ。ほらな、今すぐ来いって。じゃあ早速行こう。うわぁ、クジラがいっぱい。砂浜のクジラたち、かわいそうだね。ああ、今頃あいつらの家族、海の中で心配してるだろうな。よし、待ってろよ、フランク。銃がありゃ楽だったのに。話し合いをするんでしょ。銃なんか必要ないって。心配するな、脅しに使うだけだ。それにうっかり殺したら巻き戻しゃいい。だからダメでしょ。私の力を当てにしちゃダメだってば。言ったでしょ、いつ使えなくなってもおかしくないんだよ。こんなのガキの頃は想像もつかなかったな。早く終わらせて、クロエとポートランドに遊びに行きたい。それいいな。マックスと私とレイチェルで。そうだよ。だからバカなことはしないで、フランクを説得して顧客の本名を聞き出す。それだけ。ああ、分かってるよ。よし、行こう。顧客の本名を聞き出す。森が静か、生き物の気配すらない。しかも悪夢が始まった場所。あ、灯台ね。クジラ。宇宙の法則とかわかんないけど、でっか。きっとこの現象にも理由があるはず。かなりやってるねこれ。これじゃ中が全く見えないよ。ここで人生を考えつつお酒を飲むと、ご飯が出てる。ポンピドゥ元気なんだ。ポンピドゥよかった。ポンピドゥってなかなかのネーミングセンスだな。なんだ、一人多いな。なんで連れてきた？相棒だから。ボディーガード気取りか。それで金は持ってきたんだろうな。金はまだ用意できてない。どういうことだ、さっきのメッセージは嘘か？会って直接言おうと思って。見えすいた芝居はよせ。何が目的だ？聞きたいことがあるんだ。なんだお前、まだ懲りてねえのか？帰れ。たく、わったよ。売り物はやらねえぞ。そんなこと頼みに来たんじゃない。だろうな。お前はその手のこととは無縁そうだ。
で何を聞きたいんだ。顧客の本名を教えてもらいたいの。なんだそんなことかよ。もったいつきやがって。ついでに車のキーもやろうか。お願い。フランク、お願い。迷惑かけてるのは分かってるけど、重要なことなの。そういうセリフは聞き飽きてるが、嘘ってわけじゃなさそうだな。一刻を争う事態なの。少しだけでいいから協力して。少しだけな。最初はみんなそう言う。そこのクロエがいい例だな。あ、私は関係ないだろ。もういい、帰れ。無駄話に付き合って損したぜ。お願い、喧嘩しに来たんじゃないの。私たちだけじゃどうにもならない。まったくよく言うぜ。人に銃突きつけたのはどいつだ。それは、そのごめんなさい。ここ最近バカなことしてばっかりだけど、その中でも一番バカだったと思う。ようやくまともなこと言ったな。いいか、本気で殺す気がねえなら銃なんか出さねえことだ。まあお前じゃハエも殺せねえだろうが。分かってる。あの時だって本当に撃つ気はなくて、ただあんたがナイフ出したからビビっただけだ。あの時は三人ともどうかしてたんだって。いいだろう、ひとまず休戦だ。だが妙なことしたら俺の犬がてめえらの頭食いちぎるからな。はったりじゃねえぞ。話がしたいだけ。犬には何もしないよ。俺がさせねえよ。犬は好きか。ポンピドゥは可愛いね。うん、ポンピドゥは可愛いね。なんで名前知ってんだ。俺の車の中見たのか。やべえ、間違った。時犬が外に出たのはてめえの仕業か。ふざけやがって。待って、誤解だから。落ち着けよフランク。私らはレイチェルを探したいだけなんだ。レイチェルはここにいねえ。てめえら何のつもりだ。絶対見せた。これ企んでやがる。顧客の本名だ。ふざけたこと抜かしてんじゃねえぞ。待ってフランク、落ち着いて。俺に指図するな。やばいな。ちょっと、おっ、やめろ。やばいやばい。おっと、うん、どうしよう。まあ、確実に選択ミスだねこれね。タイムリープ、ここだ。よく聞いて、このままだと交渉は絶対に失敗する。ってことは巻き戻したんだな。で、何をどうすりゃいいんだ。言葉に気をつけて。とにかく言葉に気をつけて。言葉に気をつけて。そうしないとフランクを怒らせてバッドエンドだよ。お説教かよ。いい子のマックスを見習えばいいんだな。最近はいい子でもないか。でこの後だよね。ポンピーズはダメだから、この前、あ、犬はダメだ。犬は大好きだよ。犬は大好きだよ。刀剣を何匹も助けたんだってね。立派だと思う。別にどうってことねえよ。動物がひでえ扱い受けてんのはほっとけなくてよ。ポンピドゥもそん時引き取った。いい飼い主に巡り会えてポンピドゥは幸せだね。それよりレイチェルの話だろ。レイチェル、まさかそれが本当の目的だ。あ、やばいな。これもう少しでレイチェルの居場所が分かりそうなの。そのためにはどうしてもフランクの協力が必要で。俺が何もできなかったのに、てめえらに何ができる。思いやがってんじゃねえぞ。ガキの遊びに付き合う暇はねえ。難しいな。レイチェルが上げた写真、何を隠しているの。レイチェルの手紙、ブレスレット、レイチェルの手紙、何を隠しているの。何を隠してるの。レイチェルを見つけたいなら協力すべきでしょ。偉そうな口聞いてんじゃねえよ。俺を誰だと思ってやがる。あんまり調子こいてんじゃねえぞ。こら、バカにしやがって。てめえは信用できねえ。ああ、だが。これ以上関わりたくもねえ。戻します。ここで、レイチェルがあげた写真？レイチェルはお気に入りの写真をフランクにあげたって言ってた。あ、こっちだ。それぐらいフランクはレイチェルにとって大切な人だった。お願い、協力して。なんでてめえが知ってんだ。あら、違うのか。あの写真は俺の宝だ。
あれを見りゃいつでもレイチェルに会える。正直どうかなっちまいそうだよ。今頃どこにいんだか、せめて声だけでも聞ければ。フランク、お願い、力を貸して。私からもお願いするよ。頼む、顧客リストがいるんだ。どうせ他に当てはねえ。少しでも望みがあんなら信じてやってもいい。よし、犬もお前らのこと気に入ってるようだしな。おお、え、ありがとう。本当助かるよ。ありがとな。お前らにかけてみるからよ。頑張れよ。それじゃな。いやでも銃はちょっと返してくれなくてよかったな、正直。よし、フランクがメモをくれてよかった。レイチェルには彼の良さが見えてたんだね。部屋、あ、さっきのボーテ。おお、もう警察じゃん、探偵じゃん。クロエ、大丈夫？フランクを説得できてよかった。敵は少ない方がいい。そうだね。今はボードに集中して手がかりをつなぎ合わせなきゃ。キャラクターをね、できるだけの割を選択して資料を集めよう。これだけ情報があれば、パーティーの週にネイさんが何をしたかきっとわかる。必要なものは全部プリントしたし、調査ボードで完結。マックスはそこのボードに貼った手がかりを整理してみてくれ。私は引き続きネットでいろいろ調べてみる。いや、数が多いな。それじゃデタラメじゃない。いやいやいや、デイビッドは誰かの車をつけてた。ネイさんもその中にいるかもしれない。車のナンバーはこんなに。ネイさんの車もあるかな。ネイさんも容疑者候補に入ってはいたんだ。暗い部屋が本当に存在するなら探さなきゃ。USB に入れたファイルが役に立つはず。はあ、たくさん数字がある。携帯には絶対使える情報が入ってる。暗証番号さえ分かれば。この番号も試してみる価値ありそう。フランクの会計ノートでも、お客の名前は暗号になって。レイチェルもきっと彼を愛してたはず。こんなに仲が良さそうだったのに、フランクを置き去りにして。レイチェルはフランクとドライブ旅行に行った時はちゃんと帰ってきてる。ダメ、間違い、これじゃない。これは全然関係ないみたい。違う。うわ、これ何、これむず。これだ。お、フランクと姉さんが取引した全部の場所と時間。やるじゃん私。これだけ情報があれば、パーティーの週に姉さんが何をしたかきっとわかる。よし、これでやっと何かわかりそう。クロエ、この座標から実際の住所を割り出せないかな。やってみる。待ってて、レイチェル。あ、オーガスト0829とか0829。お、来た来た、しゃ来た。これ見て、見るからに怪しくない？ちょっと調べてみる。いや、ハズレだな。そこにはボロい納屋しかない。その納屋の所有者誰かわかる？ちょっと待ってろよ。所有者はハリー・アーロン・プレスコット。なるほど。警察に通報する？バカ言うな。警察はプレスコット家の犬だ。
腐ってるよ。この町全体腐りきってんだよ。警察も誰も信用できない。だから私らで調べに行く。やっぱりそうなるか。ウォーレンも連れて行こうか。用心棒になるよ。いや、その必要はない。大丈夫、マックスがいるし、レイチェルはきっと見つかるよ。絶対に見つかる。うん。でもクロエ、力を当てにしすぎないで。慎重に行動するんだよ。約束して。はいはい。大丈夫かクロエ。いや、車大活躍じゃん。壊れてんじゃん、半分。なんか怖くなってきた。おろ、でっか。後戻りはできない。入り口を探そう。ねえ、これ見て。タイヤの跡。しかもまだ新しいぞ。中を調べないと。監禁されてる、レイチェル、もしや。もうぶっ壊そう、ぶっ壊そう。なんかハエの音が聞こえるんだけど。クロエは怖いものなし。その力はどこから来るの？何もない廃墟の農場にわざわざ電気を引いたりする？クロエ、入り口あったよ。こっち。でかしたな、さすがだ。大丈夫？この気味悪い場所、鳥肌立ってきた。ハエの音聞こえたからね。しっかりしろよ。おい、なんかあるぞ。うわ、なんかやばそう。音立てないで。ずいぶん古そうだね。なんだ、ハズレ子。待って、よく見て。ハリー・アーロン・プレスコット氏設立の図書館が完成。空前の核シェルターブーム、プレスコットファミリーの影響で。新聞の切り抜きだね。私は周りをよく調べてみる。このアングルやばいな。この古いボタンじゃロープも滑車もきっと動かないよね。干し草を持ち上げるためのフックだ。昔のホラー映画で見た豆知識。地面？え？なんか埋まってる？もしか地下通路とか？シェルター？パラサイト？何これ、まだ新しい。どうして？で、ボタンを押すと足場、足場発見。ロープは上の足場に続いてる。登ってみよう。クロエ、ちょっと手伝って。お安いご用だ。どうだ、眺めは？偉くなった気分。古いモーターを引く。お、そして見る。上に乗っても大丈夫そう。いや、本当に大丈夫？登る。引く。引いてみよう。ダメ。そのまま引っ張ったら手が切れちゃう。何か重いものに結びつけないと。いや、もうあと時間戻すしかなくない？おお、これあり？こういうことか、こういうことだ。そっか、分かんなかったら時間を戻せばいいのか。で、ここでこうなる。はい。そして、もう全然ダメじゃん。こいつに取り付ける。
そしてから落とす。おお、オッケー。さすがマックスガイバー。ハッチが、ハッチを開ける。重い。パラサイト。パラサイト半地下の。見るからに怪しいと思わない？めっちゃ怪しいじゃん。ああ、誰が作ったの？プレスコット家の誰かでしょ。現実じゃないみたい。錠前の次は電子機。よっぽど人に見られたくないんだね。これは壊せない。コードを入力しなきゃ。すごいドア。魔法でも使わないと壊せないよ。え、これかすれてるよね。ということは2 4 5 4。よく考えて。いや、何パターンだよこれ。5 4 2。オッケー。やった。スパイ映画みたい。え、大丈夫？ここレイチェルいるんじゃない？ここに何を隠してるの？よし、開いたよ。うわ、すなんだよここ。やべえじゃんここ。うわ、非常用シェルターか。本格的。人いるじゃん絶対。行くぞ。何？よく行くな。食べ物。非常食がこんなに。やっぱ人いるじゃん。パラサイトじゃんこれ絶対。何この最新の。姉さんには最高級のプリンターじゃなくちゃね。でかっ。この金持ちめ。いやだ、気持ち悪い。意味が悪いな。あくんかい。おっと、これは今までエンディングで出てきたここのやつだったのか。どうした？なんか見つかったのか？うん、なんかヤバそうだぞ。これはビクトリアって書いてあるけど空だよ。こっちのはケイトだ。何これ、ひどい。くそ。え、何監禁してるってこと？ケイトだけじゃない、他にもこんなにたくさん犠牲者が。ビクトリアが危ない。姉さんは今夜のパーティーでビクトリアを狙う気だよ。レイチェル。え、違うよな、これ全部やらせだよな。そうだろ。顔をよく見て。多分本当にきっと姉さんから大金もらって、それでモデルとして。何のためにわざわざ地面を掘ってまで。しかもこれどこ？廃品置き場だ。今すぐ確かめに行こう。奴が何をしたのか。レイチェルが死んでるわけない。全部やらせだって。絶対そうに決まってる。この写真は他と違う。意識があってすごく怒ってる。気を失ったレイチェルの口に何か入ってる。これやらせだよね。本物だなんて信じられない。ここには何が。あれ、これって。あ、嘘。そんな、何これ。撮影スタジオじゃん。え、めっちゃこの場所いいじゃん。レイチェルとケイトの記事ばっかりだ。注射器。やだ。反響させて道明るくするっていう効果の。ふんわりしたね、明るさね。あ、これのホリゾントも照明機材欲しいな。すげえ。え、何撮るのこれ。高そうな三脚だ。確かにこれ高いな。高い機材がこんなにたくさん。朦朧として。あ、撮られてるのにも気づいてない。意識がなかったのがせめてもの救いなのかも。この写真何。サイン付きの絵、本物だ。この場所にぴったり。よく飾るな、こんなの。
早く行こう早く行こう。ちょっとレイチェルマジ死んでんの？ちょっと再会はしたいんだけどさ。待ってよクロエ。ねえ、こっちだ早く。ここだ間違いない。手伝えよ。待って、これ何そんな、ああ匂いが。レイチェル、嘘だ嘘だ、信じない。クロエ、レイチェル、なんで。クロエ落ち着いて。親友だったのにどうして。こんなのあんまりだよ、あんまりだ。しかしか、なんだお前。聞いた。出たライブ会場。二つ見えてんじゃん。いや俺もだ、そんなに酔ってねえのに。これ現実なのか。いや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 、そんなわけねえと。光の屈折とかだろ。のんきにパーティーなんかしやがって。ねえ、今すぐ警察に行ってもいいんだよ、証拠があるし。嫌だね、それじゃレイチェルが浮かばれない。犯人に報いを受けさせて仇を取る。フレスコット家がどんだけ力を持っていようが、私を止めることはできない。マックスもついてるし、だろ。最後まで付き合うよ、当然でしょ。あー、銃はやめて。日食の次はこれかよ。ねえ、なんか輪郭が変じゃない？二つともそっくりだな。あれ何？ちょっとクロエ、空を見て。そんなのどうでもいい。世界が終わるならそれでいいさ。分かってるの？何かの予兆だよ、絶対。ああ、姉さんの人生が終わる予兆だ。世界の終わりにようこそ、お嬢さんたち。俺をエスコートしに来てくれたのかい？なんだかご機嫌だね。あの後大丈夫だった？止めてくれてありがとな。姉さんはマジでヤバい。今どこにいる？あの後寮では見てない。俺はずっと部屋にいたしな。もしかしてお酒飲んでた？ビールをコップ半分で飲んだとみなすならね。エコーマックス。ああ待てよ、引き止めて悪いけど、一枚だけ写真撮っていいか。なんだか本当に世界の終わりが来たみたいな気がしてさ。明るい未来的な何かをもっときたいんだよ。うん、気持ちはわかるよ。わかってるわかってる、俺うざいよな。一枚でいいからさ。ああ
いいよ。バカバカしい。行くぞマックス。ごめん、普通の高校生っぽいことして喧嘩のことは忘れたかったんだ。俺、人を殴ったのは初めてなんだよ。ずっとやられる側だったからさ。ウォーレン、もう少しだけ協力して。姉さんを見たらすぐ連絡して。いい？向こうには気づかれないように。大丈夫。俺存在感ない方だから。そんなことないよ。じゃあ後で。行っちゃったの。めっちゃ人いる。もう服だらけで嫌になっちゃう。確かに世界の終わりへようこそ。荷物があったら預かるけど。いい。ところで姉さんは来てる？来てないよ。見たくもないけど。っていうかさっきも姉さんのことを聞かれたばっかりなんだけど。誰に聞かれたの？青い髪のパンクっぽい女の子。レイチェル・アンバーのポスターを貼って回ってた子だよ。ごめんね、私ここの仕事で忙しいから。そう。ところでどうしてここにいるの？ボルテックスクラブに興味があったなんて意外。確かに。ただのバイトだよ。バイトかい？誰に頼まれたの？ジェファソン先生が声をかけてくれたの。バイト代と奨学金だけじゃ足りなくて。私容量悪いしさ。そんなことないよ。ステラは頭もいいし誠実だし、すごく頑張ってると思う。いや、音でかい。いつか成功するよ。ありがとう。そう言ってくれると嬉しいけど。ね、どうしたの？真剣な顔して。ちょっとね、姉さんを探さないといけないの。それと、彼に会ってもあんまり近づかないでね。もちろん、どうせここで仕事してるだけだし。もし姉さんが来たらメールで教えるよ。OK。うわ、サメだ。よし、サメ嫌いなんだよ。よし、入ろう。この歌いいじゃん。いいなに。プール？なにここ。これ学校の場所？プール？すげえな。うわあ、すげえ。なんかすげえ。でも下顔はないぞ。捕まえなきゃ。退屈。お、ブルック。ブルックじゃない。ハックス？まさかこんなところで会うとは思わなかった。私も。ところでネイさんを探してるんだけど、ブルック。私は見てないよ。あんなやつ。わざわざ会いたいとも思わないし。あいつもクラブも大嫌い。どうしてここに？じゃあどうしてここに？課題もなくて退屈だし、ちょっと待ち合わせにね。ウォーレンには会った？私に聞く？マークスの方が仲いいでしょ。やめてよ。確かに映画に誘われたりしたけど、そういうのじゃないから。え、違うの？ブルックとは友達でいたいのに。わかってるんだけど、私うまくいかないことがあるとついピリピリしちゃって。自分勝手だね。マックスとは違う。そんなことないよ。ブルックは自分に正直でいようとしてるだけ。みんなそうだって。どうしたの？悟りでも開いたみたい。有機と日食の影響で変な力に目覚めたとか。今なら空でも飛べるんじゃない？次は撮影。ドローンじゃあるまいし。ところで、月が2つ浮かんでる空なんて今までに見たことある？もしあったら文字通り世界の終わりを確信してたよ。まあね。じゃあまたね、ブルック。またね。来週一緒にドローン飛ばそう。やった。
何かあった？金払ってでも見たかった。ルークいるじゃん。楽しんでるね。誰か。ルーク、久しぶり。マックス、やっと気を許せる人に会えたよ。姉さんを探してて。いやー、ここの連中とは付き合いにくくて。それでどうしてん、姉さんも？嫌なことする。いや、その、なんとなく嫌な予感がするだけ。またケイトみたいなことが。俺、レイさんはいつか痛い目に遭えばいいと思ってる。実はね、ウォーレンがレイさんに強烈な頭突きを決めてくれたんだ。マジかよ、すげえな、ウォーレン。こうなったら、あとはあの一家ごと町から追い出すだけだ。ボルテックスクラブ難しそうだね。プレスコットが町とボルテックスクラブを牛耳ってるうちは。俺はボルテックスカルトって呼んでる。ドレスコードだ、 VIP だ、何様のつもりだよ。わかるよ。じゃあ私もう行かないと。ありがとう、話聞いてくれて。こっちこそ。俺ケイトの件以来マックスのこと尊敬してる。またな。うわ、お前らやんねん、怖いや。なんか用心棒 VIP とか言ってバカみたい。中に入りたいんだけど。悪いけどこの先は VIP 専用スペースだ。わかる。別にメンバーになりたいわけじゃなくて、ただ姉さんビクトリアからあんたは入れるなって名指しで言われてるから。残念でした。私はうざいな。いや、外うるせえ。コートニーに行って。私代理でいるだけだから。どうにかして VIP ラウンジに入らなきゃ。あれ、マックスじゃん。クソつまらねえパーティーにようやく救世主登場だ。楽しんでる？なんかだいぶ出来上がってるみたいだけど、つまんなそうだね。そもそもどうして来たの？他に行く場所なんてどこもねえからさ。だってよ、デーナも来てるし。まあ俺とじゃねえけど。だからクソつまんねえとも言えるわけですよ。喋り方癖が強いな。デーナ、デーナとトレバーが一緒にいるのきついよね。カッコつけてクールでいようと思ったのにさ、あいつらが一緒にいんの見たらなんか泣けちまって。誰だってそうなるよ。わざわざ蒸し返すようなことを言ってごめんね。でもジャスティンは優しいから、きっとそのうちいい人が見つかると思う。大丈夫だよ。なあ、ちょっと今日変じゃねえか。なんかえらい余裕ない感じだし、鈍感な俺でもわかるよ。何かあったのか？とりあえず一服いっとく。大丈夫。それよりもう行かないと。ジャスティンも外の空気に当たってきた方がいいよ。さすがマックス、いいこと言うね。確かにここにいても気が滅入るだけだ。居場所がねえさ。一応スケボーでもやってくるか。うん、その方がいいと思うね。でね、これ男女履いてる。ちょっと、そろそろ。ああ、みっともない。もう1時間くらい履いてるんじゃない。怪しいことしてるか履いてるか、その両方か。ああ、やだ。めっちゃトイレ待ってるじゃん。この人待ってるの。一緒に入っちゃうよ。行けるんじゃん。うん、これを押しのけたら VIP ラウンジまで強行突破できるかな。押す。ほらー、はーい。おいおい、どうなってんだよ。ちょっと待てつおい、誰が曲止めたんだ。ダメ、アウト。頭を使おう。巻き戻せば何か見つかるかも。頭を使おう。入れる。裏側。
ボルテックスの顔なんだから絶対ここにいるはず。わざわざ有名 DJ を雇ったんだ。VIP ラウンジでも踊りがダサけりゃ意味ないのに。デーナ、マジじゃない、来るつもりだったなら言ってよ。一緒に服選んであげたのに。ちょっとそれどころじゃなくてね、デーナ、ネイさんを見かけなかった？トレバーと踊ってたからね。マックスも来なよ。それにトレバーのダンスひどくない？仲良さそうだね。すごく仲良さそうだね。まあね、彼はローガンとは大違い。将来の話もできるし、私のことも考えてくれる。そっか。でも姉さんには近づかないでね、お願い。近づくつもりもないけど。しかし姉さんもかわいそうだよね。家族のこととか大変そうだし。彼のお父さんについて何か知ってる？金持ちだってことくらいしか。姉さんは嫌ってるみたいね。あの家族もそうだけど、このクラブもいろいろおかしいよ。レーナもそう思うんだね。別に友達と遊ぶのにクラブなんていらないし、トレバーたちと一緒にいるのも楽しいしね。もういいかなって。そっか、トレバーと楽しめてるみたいでよかった。でもね、彼ったらほんとダンス下手で。うわ、ひどっ。姉さんの次のターゲットはビクトリア。教えてあげるべき。まあ結果は分からない。座る。お？ケイトもレイチェルも死んだ。人殺しクラブへようこそ。セレブ気取りでいい気になって他人のことなんてどうでもいい。もし今竜巻が来てくれたら、私ただ座って見てるよ。でもクロエをほっとくわけにはいかない。こんな気持ち嫌だ。怒りと悲しみしかない。よし行こう。ちょっと、なんであんたがここにいるわけ？私ゲストなんだけど。ありえないし。ちょっと黙ってて。今は無駄話してる場合じゃないの。言うじゃない。何、写真のことまだ根に持ってるわけ？そんなことどうだっていい。つい先日ケイトが自殺したんだよ、ここにいる全員の目の前で。私のせいじゃないわ。こっちに文句言わないでよね。姉さん、本当に許せないのは姉さん。でも助けようとしなかった全員にも責任がある。ケイト、はしゃいでるようにしか見えなかったの。私にどうしろって言うのよ。非を認めないつもり？何よ、大体それを言うなら私以外誰も姉さんのこと心配してないじゃない。そっちはどうなのよ。話をすり替えるのはよして。あのね、私は普通の学生なの。成人君子でも何でもない。ただ写真家になって有名になりたいだけ。ジェファーソン先生。それなの？昨日ジェファソン先生に言おうとしてたこと。まさか見てたわけ？偶然通りかかったから。変な勘ぐりはよして。コンテストがいい勝負になりそうで嬉しいって聞かされただけだから。フェアな勝負になればね。結果は時期にわかるはずよ。というか私たち友達じゃないんだし、もうほっといてくれ。でも敵ではないよ。友達ではないかもしれないけど敵でもないよ。そんなの誰が決めるの？私たちだよ。なんならボルテックスクラブのメンバーに入れてあげてもいいけど。断るよ。理由は多分ビクトリアの想像とは違うけど。何その真剣な顔。暗い部屋。今は二人で言い争ってる場合じゃない。あなたの身が危ないの。ビクトリアの姉さんと仲いいのは知ってるけど、あんな危険なやつ信用しちゃダメ。姉さんはね、ケイトに薬を持っただけじゃなくて、その後怪しい場所に連れ込んだんだよ。はあ、ドラマの見
言い過ぎなんじゃない？ちゃかさないで、真面目に聞いて。嫌よ、レイさんは私の一番の友達なの。ちょっとした問題は起こすけど、それだって彼のせいじゃない。全部あのろくでもない親が原因よ。ちょっとどころじゃないや、全然ちょっとじゃない。私のことは嫌ってもいいけど、この話は信じて。あなたの言うことなんて誰も信じないわ。何よ繊細ぶって、そういう狙ってるところがほっとうざいのよ。気は済んだ。いいえ、まだまだ。あなたは自分が参加すらしなかったコンテストで私が優勝するのが気に食わないだけでしょ。たった一枚の写真を出す勇気もないまま、のんきに自撮りしてるだけ。この学校にいる資格はないわ。ドリア、お願いだから聞いて。ケイトのことを思い出して。真剣に頼んでるの。知らないわよ。いい、今はパーティー中なの。何を言われようと私は思いっきり楽しむ。姉さんが来たらこのこと話すから。それじゃ。じゃあね。おい、来たじゃん。忠告はしたものの、ビクトリアが私の方を信じ。マックスじゃん、よく来たね。テイラー、姉さんを見なかった？うん、正直会いたくない。最近なんか怖いし、ビクトリアなら知ってるかも。彼女も。ビクトリアも姉さんも怖がってるの？うん、全然。ビクトリアは姉さんと仲がいいからね。兄弟以上っていうか、絆が深いっていうか。なのにボルテックスクラブに入りたかったの？私はただ家を出ていい学校に入りたかっただけ。勉強したり友達とパーティーに行ったり、ケイトの間違いに気づいたの。ケイトは薬をもらえた。ケイトは前のパーティーでメイさんに薬をもらえたの。テイラー、今夜は何も飲まない方がいいよ。大丈夫、メイさんがいるときは気をつけてるから。何されるか分かったもんじゃないし。そう、じゃあ私もう行かなくちゃ。気をつけて寝ている。お母さんによろしく。ありがとう。今はもうだいぶ具合良くなったわ。心配してくれて嬉しいよ。すごい女。酔いつぶれてるのに誰も解放してない。誰も何も学んでないんだ。姉さんがどこにも見当たらない。ねえヘイデン。おう、マックスか。君がこんなところにいるのは驚くね。ケイトが自殺したばかりの日にパーティーを開いてる方が不思議だよ。ねえ、姉さん見なかった？悪い、ちょっとやりすぎたみたいでさ、頭回らないんだわ。とりあえずマックスのことに座るね。私はいい。あ、姉さん。うん、姉さんを探してるだけだから。俺も姉さんを待ってんだよね。さっき仕入れを頼んだところでさ。マキスもさ、あれってのはね、せっかく来たんだから降りてちょっと行くよ。今そんな気分じゃないから。それで誰か姉さんを見てないの？そこら辺にいるやつに聞いてみれば。それともやつな、隣に座りたくなって。ショーン・プレスコット。ボルテックスクラブのパーティーってショーン・プレスコットがお金を出してるの？当然だろ。そりゃプレスコットの金だよ。そうでなきゃあんな有名 DJ 呼べるわけないって。文字通りプレスコットに踊らされてるわけだね。なんだよ、しらけるな。人生楽しまなくちゃ損だろ。せっかくマックスとデーナがパーティーに来たって喜んでたのにさ、説教するだけかよ。マドセンじゃねえんだからさ。前のパーティーでケイトに起きたこと忘れたの？とにかく姉さんには気をつけてね。俺には関係ないね。じゃあな、優等生。ダメだな。あ、これは勘弁してよ。クロエ、姉さんはここにはいないみたい。
誰も見てないって。上も調べたけどいなかった。ああもう、ということはきっと寮だね。急ごう、終わりにするんだ。マックス来てたのか。ああジェファソン先生。二人とも何かあったのか。思い詰めた表情をしてるが、あのちょっとネイサンを探してたんです。いつネイサンと友達になったの。彼とは午後に会った。2人だ。かなり興奮してる。ケイトの一件以来、まあずっとあんな感じだ。ええ確かに。また後で話そう。これからコンテストの優勝者を発表しなきゃいけない。君も参加してくれればよかった。今後に期待して。はい、頑張ります。では失礼するよ。急がないと。行くぞマックス。それでは皆さん。はいはい、分かった。先生、パーティーの邪魔をして申し訳ないが、日常ヒーローコンテストの優勝者発表。あ、ここで発表するの。その前にまずは参加者全員、そして参加しようと考えてくれたみんなに礼を言いたい。自分の作品を世に出す。これはアーティストを目指す上で最も大切なステップだ。そして君たちはこの学校とその理念を体現してくれた。僕にとっては君たち全員がヒーローだ。では発表しよう。優勝者は、おいおい、おっと、なんとビクトリア・チェイス君だ。まあそうだよね。先生、私がブラックウェルに入ったきっかけは先生の作品に感銘を受けたからです。これからもそのお名前に恥じない作品作りを続けていきたいと思っています。それからもう一つ、私はこの賞をケイト・マーシュに捧げたいと思います。彼女こそ本物のブラックウェルのヒーローでした。以上です。調子に乗らないでよ。誰もの予想通りビクトリアの優勝か。まさか先生を脅迫してたなんて信じられるよね。どうでもいい、リチェルが生き返るわけじゃない。それよりネイサンだ。分かってる、寮を探してみよう。結構緊迫してきたね。やばい、姉さんからのチャットだ。証拠は全て消すって。待って、それってもしかしてレイチェルの遺体も。そういうこと。うわー2つあるね、やばいね。あー夜だ。もっと静かに歩いてよ。悪い、姉さんが襲ってきたらすぐ巻き戻せ。こんな暗い中で探すの。レイチェル、レイチェル、何？兄さんの野郎、殺してやりたい。クロエ、見つかったら殺されるよ。静かにしてって。マックス、こっちだ。走んなよ。よかった、まだここにいる。見ない方がいい。おっ、え、やばいって。これは超やばいよ。クロエ、危ない。マックス、頭いってる。
き戻して巻き戻して巻き戻せない。これやばくない？黒、あやばいな。これネイさんしかいないよね。もうこれ早く戻しないと。なんで？ジェファソン先生何やってんの？いやなんかちょっと怪しい感もあったよ。ジェファソン先生ちょっと、おい、いや、てかそれよりもクロエだよ。だってもうさっきさ、マックス首刺されたからもう戻せないよね。確かあれ時間経過したら戻せなくなるんだよね、確か。どうなんだろう。はい、というわけでですね、ライフイズストレンジですね。はい、いやー、とてもすごい、なんて言うんでしょうね、心に響くものというよりもなんかもう見ていてね、まあ、実際ちょっとここだけの話なんですけども、この動画の頭の部分から結構もううるうる来てました。はい、ラストどうなんでしょうか。果たしてハッピーエンドになるのか、それともバッドエンディングになるのか。ではまた次の動画で会いましょう。